ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？え、もしやもう成長？おお、成長してる。1年前に成長しました。ノッティーノくん、この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。女子らがこの子のためになるでしょうか？旅に出しましょう。はい、そうですよね。それがいいと思っていました。立派な大人になるために旅に出て気分を磨こうと思います。行ってらっしゃい。旅に出る前に何か整えた方がいいでしょうか？いや、そのまんまでいいよ。旅先で出会った人に何か伝えたい言葉がありますか？旅に出る時さ、こうやってめっちゃなんかずっとニコ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 してるけん、逆にどっちに顔が似てるんだかよくわからないんだけど。では行ってきます。行ってらっしゃい。輪郭がめっちゃキング輪郭がめっちゃキング。ロッティーノは立派に旅立っていきました。記念にこれももらってください。お、ありがとう。さあ、ってことでノッティーノくんが旅立つ次はなんだ？ちょっと聞いてもらえますか？次はなんだ？こっちも旅立ちか、もしかして。ね、年が一人前に成長しました。この子の成長のために旅に出すか、マンションに一人暮らしさせようと思います。どちらがこの子のためになるでしょうか？旅に出す。鼻がめっちゃ眠ちゃんやね今は旅に出せないみたいです。マジで？また溜まってる。一人出しさせるのは少し後にします。なるほど、じゃあしばらくちょっと家族3人で暮らしててください。おお、そしてちょっと来てもらえますか？もう一軒。あーが一人前に成長しました。あーくん、その名前でよく、この子の成長のために旅に出すか、その名前でよくくれずに一人暮らしさせようと思います。どちらがこの子のためになるでしょうか？旅立たせたいけど旅立てないよね、今は今は旅に出せないみたいです。分かったよ。一人出しさせるのは少し後にします。まあまだしばらくはいるということで。何今度は？ちょっと来てもらえますか？あ、まだおったんやっけ。あ、生まれたんだ。そっかそっかそっか。私たちに赤ちゃんが生まれました。いろいろと。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいです。女の子でした。おお。顔はイメージ通りでしたか？顔はモカタンニかな。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？結構こうてっちゃんにがすごい多いけんモカタンニの子も欲しいよね。まあ一応自然に任せてくけど、二人で名前も考えたのですが、私のモカと夫の哲也から取って哲佳にしようと思います。え、哲佳ちゃん、哲佳ちゃん2号ですか？よく考えて。では君子はどうでしょう？どこから君子出てきた？まあいいんじゃないかな。君子も大切に育てますこれじゃあって言われて付けられる名前は確実に適当な名前よね思うけど。で、最初のは一応なんか、二人の名前をも、なんか合わせてみたいな感じやけど。ちょっとすみません。お、なに、あやす？どうしても、君子が泣き止んでくれないのですが、助けてくれませんか？助けましょう。ありがとうございます。君子、あゆなのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。どれぐらいのリズムがいい？これぐらい。おー。あ、これぐらい？え、今どれぐらいだったんだ？あー。お？揺らしすぎって言われそうな感じの。まだ頑張る。あ、これや。あれ？一瞬つかめたと思ったらいいけどな。あ、これ？あ、大丈夫じゃない？あ、ほらほらほら、来た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 。お、
おダメか。ちょ、あ、これや。次こそ。あ、そろそろミルクの時間ですね。ちゃんと泣きやんだ、大丈夫。君子の機嫌の水分良くなりました。それなら良かったんだけども。あゆなのそっくりさん、ありがとうございました。いえいえ。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品にスライドパズルをもらいました。ありがとう。さあ、もう大丈夫か大丈夫やね。はい、ということで、今回も、この島に住みたいという方が来てくださったので、QR コードを読み取っていきたいと思います。ということで、はい、QR コードを読み取る。はい、ソタンさん、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーブ&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。ふわふわ型、究極の癒し系タイプ。楽しいことはすぐに顔に出る。嫌なこともすぐに顔に出る。困り顔の女の子やね。はい、オッケー。ほい、それじゃあマンション見てこう。早速ちょっと今日入ってきたばかりのソタンさん入ります。なんでそんなガレージに住んでんの？ソタンです。癒し系男子ってよく言われます。男子？男子なの？マジで？女の子かと思ったよ。ん？男の子だった？マジか、そういう系の。そういう系の。え、びっくり。なるほど。男の子。娘って書く方の？はい、韓国冷麺どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。これにこれもあげます。ほいほい。実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。いやー、びっくりだね。なごみ系ふわふわ型で。なごみ系ふわふわ型ですごく女子力の高そうな男の子だった。びっくり。え、ちょっと二人ともどうした？落ち着いて落ち着いて。あ、どうも。どうも。ナザさんどうしたの？かなりと喧嘩しました。腹が立ちます。見てたよ。仲直りしてください。いや、このイライラを沈めてください。ちょっと待って。ああ、好物とかないんか。とりあえずココナッツいただきます。さあどうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあどうだ、ちゃんと仲直りできるのか。この間はごめんなさい。お、お、お。こちらこそごめんなさい。あ、よかった。ちゃんと仲直りできた。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、仲直りできました。お、レベルアップー。はい、それじゃあ、サッカーボール。はい、どうぞ。道具、サッカーボールをプレゼントしました。これにこれもあげます。ほい、なんでしょう。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。もらった釣り竿を使ってみたのですが、餌が悪かったのか、釣れませんでした。マジで？場所が悪いとかじゃなくて、何もおらん場所みたいな。そんなことはないか。はい、そしてちょっと一軒家の方、旅立てなかった。お、いるいるいる。ラブラブかよ。ちょっと子供がどうしたらいいかわからんくなっとるやん。はい、そして、あ、
ガイタンくんやん、顔。めっちゃガイタンくんやね、なんか。鼻ネムちゃんやけど、それ以外の要素がガイタンくんすぎて。ガイタンくんすぎるってちょっとわけわからんけど。ほぼガイタンくんやん。あ、そっか、ここは生まれたばっかりやけんね。これからどういう風に育っていくから。まあ、でも、あのまんま行けば無加担任になると思うけどね。多分。きっと。あ、仲のいい夫婦が多いみたいでよかったわ。ゼロさんとハルちゃんは2回夫婦喧嘩があったけど、結局は仲良しなんやね。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてって。はい、今日は 26,280 円集まりました。ありがとう。はい、そして朝一。美味しい焼きナスだよ。焼きナス。今日は特売日だから、一気に飲ませて焼くよ。私の嫌いなナスビ。あ、ちょっと待って。嫌いすぎて、拒否してしまった。美味しい焼きナスだよ。お、今日は特売日だから、いつに飲ませて焼くよ。あれか、シフト交代の瞬間だったか。毎度あり。まさかの。はい、それじゃあ、ミーニュース見てこう。ニュースになりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。今週初め、小ゆめ氏が、あゆの幼稚園に入園しました。小ゆめさんが幼稚園に。人生を一からやり直したい、という、小ゆめ氏の強い思いが実り、特別に、幼稚園の入園許可がおりました。いや、それ、周り戸惑うからね。すでに、桃組への配属が決まった小ゆめ氏。桃組への配属。配属やってかっこいい。たくさんできるといいな。と、心配そうに語っていました。友達はできるのか、逆になんか、新しい先生ってなりそう。ドッキリですよね。よね、思うよね。それもしようと思ってたのに。え、イッシーさん、そうなの。やられました。まさかの、はい、そうなの。ユージのミーニュース。見たかなお伝えしました。そんなにも、人生を一からやり直したい人たちが。幼稚園からって一からなんかな、そこもよくわからんけど。微妙な段階からな感じがする。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、今日一番の衝撃、男の子だったっていうね。え、でもキャラ自体はどうなの？女の子やけど、そういう設定なんかな？わからない。